おはようございます。釣り子 TV です。レイドジャパンから今年出るよってアナウンスされていて、ハイシーズン間に合いましたね。こちら、ゴリラってことで、レベルクランクのですね、ゴリラというすごいね、名前のついた、ね、新しいクランクベイトが登場したので、一つ買ってきてみました。価格はね、1個1700円ということで、あ、書いてありません。御徒町の名店キーポンで、ゲットしてきました。まあ、こんな感じの、いつも通りのパッケージですが、ゴリラ、ね、なんかこのレイドジャパンのこういう色の配置好きだな。こう来て、あ、ピンク、あ、これ目引くななんていう感じでね、思いましたけども、早速ね、どんな感じのクランクかね、開けていきたいと思います。はい、開封ってことで、はい、出てきました。あ、まあ、頭にはね、レイドジャパンのマークが入っていて、体高がすごい太いですね。背中からまず見ていきますけども、すんごい水欲しそうなね、背中、そんで横っ腹こんな感じ。丸なんだけど、ここのこのエッジね、このエッジ見ても分かるように、丸型なんだけど若干フラットサイド的な雰囲気もね、結構ここの平面が多めだな。そしてこの、あ、力強い感じで動きそうなリップね、あ、こういう感じなんですね、ゴリラね。で、あ、これはね、俺大好きなんですけども、スプリットリングはついてなくて、最初からねスナップをつけてくれてるっていうね。結構ね、スプリットリングついてるともう、それ取るのめんどくさいんで、そのまんまスプリットリングプラススナップをつけて使っちゃうことが多いんで、こういう仕様だとですね、億劫にならずにそのまんま、どうだろう、一番ベストな動きで使えるんじゃないかなって。何気にこうスプリットリングじゃなくて最初からスナップをつけてくれる仕様好きなんですよね。はい、そしてお腹周りはこんな感じ。で、針はね、最初からフッ素加工のめっちゃんこ刺さりの良さそうな針を、つけてくれております。ね、こんな感じのゴリラですけども、動画とかでもね、いろいろ説明の動画とか出てると思うんですけども、この裏にもね、いろいろ細かく書いてあるんで、ちょっとね、使う前にどんなコンセプトなのかですね、勉強しておきたいと思います。レベルクランクゴリラは、力強く水をかき乱すパワフルクランクベイト、カバークランキングなど、遮蔽物によりルアーの存在がかき消されてしまうようなシチュエーションや、濁った水質、風波によって水中がざわついている局面においても、魚に対してしっかりとその存在をアピールすることができるクランクベイトです。腹のタングステン一極集中ウェイトを支点とした強めのウォーブンロールアクション、 M クラスのベイトキャスティングロッドには16ポンド、フロロカーボンラインで組んだ場合、フルキャストでミディアムから、ファーストリトリーブすれば 1.8 から2メートルのボトムにタッチすることができます。ロッドポジションの調整やリトリーブを緩めれば任意で浅いレンジをトレースすることが可能。対応レンジの幅広さもゴリラの魅力の一つと言えるでしょう。クランクベイトに限らず、ファーストムービングベイトを使用する場合、ローギアのリールをおすすめします。ローギアリールにしかできないルアーを引っ張りすぎない、巻き取り感によって、ルアーがより一層水と仲良くなり、魚をバイトに持ち込みやすくなります。ゴリラは、前述した通り、フロントフックハンガー部にタングステンシンカーを、一極集中配置しているため、フロントフックハンガーを支点にボディを動かします。フロントフックハンガー自体が支点になっているため、フロントフックが、ボディに隠れてブレません。これによりフッキング率が高まると同時に、リップとボディが縦となり、フロントフックが、障害物に引っかかるのを回避します。脅威のスナックレス性能をご体感ください。
はい、で注意書きでですね、フロントフックハンガーはタングステンウェイトの内部を貫通するヒートンとなっております。出荷時には必要十分な強度を確保しておりますが、これ以上、締め込んだり抜き差しするとボディ樹脂が、ねじ切れてしまうため強度が著しく低下する場合がございます。絶対に、出荷時の状態より締め込まないようにしてください。あとトゥルチューンについてですね、ルアーが左右に、それて泳ぐ場合トゥルチューンを行ってください。向かって左に泳ぐ際はラインアイを右に、向かって右に泳ぐ際はラインアイを左に、少しずつ傾けて調整してください。ラインアイを傾ける際はプライヤーなどを用いて少しずつ傾けてくださいっていうね、結構ねこれ読まないとねわからないようなこといっぱい書いてありましたね。まずはここですね、ここに特殊なウェイト、あ、よーく見ると本当だ、あー、ヒートをねじ込んでるんですね。それで特殊な重りを使うことによって今までのシリーズのクランクとは違う、まあ力強い泳ぎをする、そういう設定のルアーっていうことで、これぐらいね埋め込んであります。ねじねじしてね。でこれ以上無理やりギュッギュッギュッって締め込んでいくと、まあ、プラスチックでできてますからちょっと体に不具合が出る可能性があるね。初期の大体これぐらいっていうのをちゃんとね、覚えておいて、まあ無理はしないでねっていうようなことが書いてありましたね。それとですね、まあ、それによってその重りを支点としたウォーブンロールアクションをしますよっていうことと、1.8 メートルから2メートルね、元のタッチできますよっていうようなことが書いてありますね。なんかでも今年こういう力強い動きのクランクベイトっていうのがね、この前もあのワイルドピーナッツってね、ダイワのやつ買ってみたりしたし、ちょっとこのなんだろう、ゾンね、円がなくてこうズドンとした感じのこういう形のね力強い動きのクランクベイトっていうことで、まあ、ピーナッツはピーナッツでまたちょっと違った感じの形だったので、ちょっと今までより波動強めのクランクベイトってのがブームなんですかね。まああとはメガバスなんかはあの G クランクなんてのはね何回か使ってみたんですけど、あれはもう本当オーソドックスにヌルヌルすね、なんていうかね小気味よーくね優等生って感じで泳いでくる印象があったんですけども、どうでしょう、このゴリラって名前からねそんな名前つけてるぐらいだから、だいぶ暴れるような動きするのかな。まあ、色もねこういう感じのちょっと派手めな色買ってみたので、まあ、ここら辺でねちょっと遠くにいて、よくルアーの位置が分かってない魚なんかも引き寄せてきて、そんでもって釣ってみたいななんていうふうに思いますけども、あとねゴリラね重さも測っておきたいと思います。レイドジャパン機体のニュープラグっていうことでね、はい、レベルクランクゴリラ、これは何グラムでしょうか。17.8 グラムって出ましたね。M パワーのロッドで使ってくださいねなんていう風に書いてありましたけども、あそうっすね、グラスコンポジットとかのノリがいいような竿で使ってみようかな。まずはそんでこの後ろのポイントにも書いてありましたけどね、こういったルアーぜひ、ローギアリールで使ってみてくださいねなんていう風に書いてあったので、まあローギアリールは自分も好きなので、そうですね、いろんな種類のね、まあギア比そうですね、5から6、まあ 5.5 とかありますけどね、そういった、リールで使うとベストな動きが出ますよっていうのもアナウンスされてますので、そこら辺で組んで、でノリのいいグラスコンポジットのね竿とかで、投げてみようかなね、そういう風に、まあなかなかね今釣りに行きづらいタイミングですけども、ここら辺のルアーが活躍するのは、まあそういったのが終わってなんとかね夏ぐらいにですねまた普通に釣りに行けるような
そういう状況が戻ってきたらね、そんなタイミングで活躍するんじゃないかな。あとは力強く泳ぐっていうことなんで、夏からちょっと魚がちっちゃうね、どこにいるか分かんないなんていう秋のシーズンなんかにももちろん活躍してくれるんじゃないかななっていうふうにね、期待しております。はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、レイドジャパンから新しく出たですね、期待の、クランク、レベルクランクゴリラ、これをね一つ買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。